はい、皆さんこんにちは。ギタリストの佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。本日の、ギターレッスン動画なんですけど、名曲の、リフを扱います。まあね、今弾いたんですけどね、ニルヴァーナのスメルズ・ライク・ティーン・スピリットのリフでございます。まあめちゃくちゃ有名なリフではあるんですけども、ギターで弾くと実はね16分音符が結構入ってて難しいと思います。本日はこちらの、解説、そして練習のコツなどをお話しします。よろしくお願いします。ではですね、細かく解説していく前にとりあえず確認ということで、タブ譜をお先にどうぞ。はい、では、今ご覧になっていただいたタブ譜、まあ、今ね下にも出していますけども、まあ、パワーコードでねフレーズ自体は構成されておりますが、まあ、パワーコード自体は多分ね抑えられる方はたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そこら辺はあえて触れません。で、あの指に関してなんですけども、人差し指と薬指と小指で、僕はやってます。で、別に人差し指と薬指1本でも全然いいと思います。多分そっちの方が雰囲気出るっぽいんですけども、今日は僕は小指まで使っちゃってます。で、コードネームちょっとね振ってないんですけども、 Fm、 厳密に Fm と B フラット、そして Aフラットと、これは D フラットですね。これ全フラットキーなので全部フラットでいってます。で、このリフ、まあ先ほど冒頭で言ったその16分音符系のものなんですけども、このように16分音符でチャカチャカするのは結構得意な方がいらっしゃると思うんですね。例えばここのフレーズで言うと、1小節目の4拍目 B フラットのところですね。この、まあ、これくらいは多分すぐできると思うんですよ。で、ポイントは僕1拍目だと思ってるんですね。1拍目は普天八部っていうリズムが来ております。で、そちらをちゃんとオルタネートピッキングの順番を守ってストロークすることが大事かと思います。ですので、今まであまりその順番とか意識したことない方はですね、まあ、ついでなんで、今回その順番とかね、あとオルタネートピッキングによる空振りを身につけてしまいましょう。で、この順番、ストロークの順番、まあ、ピッキングストローク、言い方どちらでもいいんですけども、の順番を書いてタブ譜もございます。大画面に出します。どうぞ。はい、こんな感じでございます。またこちらにあるんですけども、はい、あのホッチキスの芯みたいなやつがダウンピッキングですね。で、V のムマークがアップです。で、カッコしてるところが空振りっていうことですね。なので基本的に空振りするのは、まあ、1拍目のところですね。普天八部のところと言えばいいんでしょうか。なので空振りするところは1拍目ですね。普天八部のところで、ございます。で、ちょっとこれを言葉で言うと、16分音符の裏のみ、んた、んたのみアップで弾きます。あと他16分音符の表と8分音符は全部ダウンで弾きます。これが16ビート系のオルタネートピッキングでございます。ニルヴァーナのこの曲が、まあ、別にファンク、さすがにファンクではないと思うんですね。パンクとか、まあ、あの当時グランジっていうんですかね、となのでファンクとはちょっと違いますけども、でもファンク系の人たちは、まあ、やっぱオルタネートストローク守ってる方が非常に多いです。で、その16部のオルタネート守って空振りもやれば自然な音楽になりやすいんですね。で、だからといっていきなりは難しいと思うんですね。じゃあ例えばそのイントロの一拍目ですよね。というわけなんですよ。お、普通のテンポでいきなりやるというのもちょっと難しいと思うんですね。で、ここで良い練習方法があるので提案させていただきます。ではですね、今回譜面出したばっかりなんですが、その良い練習方法というのはですね、このリズムをですね倍の長さにする。例えば8分音符のものだったら倍の長さなんで4分音符にする。で、16分音符のものだったら倍の長さなので8分音符にするというやり方で、この16形は、まあ、特に慣れてない方はそういう方で形でやった方がやりやすいと思います。で、その倍の長さにしたタブ譜はこちらです。さあ、ご覧になりましたでしょうか。まあ、最初がね、1拍半になりますよね。倍にしたので、ダーンタじゃなくて、ダーンタ。で、その倍のリズムにした、倍の長さのリズムにしたタブ譜出しましたけど、じゃあ、ここでオルタネート守ってやってくださいって言われても、これでもね、やっぱ、
慣れてない方とか挑戦する方は難しいと思うんで、でまずはあの僕ギター置いちゃっていいと思うんですね。いきなり弾こうと思うとできないと思うんで、とりあえずギター置いてみてください。僕も置きます。はい、ではですね、じゃあ何をするかったら、まずここのこの、リズムというか、なんか実際にこのように声に出して、あの頭の中心の中で思うんじゃなくて、実際に声に出して歌ってみませんか。これ効果ありますんで、ダンダダダカダカダダカダダンダダダカダカダダカ、こんな感じですね。でブラッシングのところはなんかチャカチャカとかチャカチャカでもいいですし、なんかなんとなくでもいいと思います。もう一回いきましょう。ダンダダチャカチャカダダカチャカダンダダチャカチャカダダカチャカ、このようにとりあえず今歌ってみましょう。ちょっとあの動画停止して歌ってみてください。では次にそれができたところで、今度は自分で、まあね、メトロノームを一緒に鳴らすのもいいんですけど、多分自分の体感的なテンポもつけた方がいいと思うので、自分でちょっとこの手拍子でいいので、あの太もも叩いても全然いいんですけども、それをご自由にしてください。実際に自分でテンポを取るというやり方でお願いします。でこの自分のテンポを出して、この上で今みたいに実際に声を出して歌ってみるという感じでやってみましょう。まだその倍の長さのリズムでやりますね。ダンダダチャカチャカダダカチャカダンダダチャカチャカダダカチャカ、こういう感じでございます。ちょっとやってみてください。また停止してちょっとやってみてください。さあどうでしたでしょうか。できましたでしょうか。多分あの実際に声に出すと、あの楽器を練習して弾くよりを声に出した方が多分すぐにはパッと出ると思うんですね。声のコントロールはさすがにその楽器よりは歴が長いはずなので、ちょっとやってみてください。でそれができましたら、前の長さのリズムをテンポ取りながら口で歌うことができました。これ初めてギターを構えましょう。ただし、まずそのフレーズをやるってことはしません。まあ、どこでもいいんですけど、ちょっとブラッシングの音が出るミュート状態にしといてください。で、今度は、ちょっと手拍子できないので、まあ、足のカウントでもいいんですけども、まあ、メトロノーム鳴らした方がやりやすいかなと思いますので、ちょっといってみましょう。はい、現在メトロノーム鳴っております。で、先ほどね、ご自身の手拍子で、歌ってみましたので、このメトロノームの音に対しては簡単に合わせられると思います。で、ここからやることは、また実際に声に出しながら、今度は、まあ、こちらミュートの状態ですよ。声に出しながら声と同じリズムを右手で弾く。で、オータネとビッキーの順番を守ります。で、ちょっとなんか軽く、なんですか、エアートリングニング的な感じで右手を振ってみてください。ちょっとイメトですね。ダーンダダチャカチャカダダカチョクダーンダダチョコチョコダチャカ、ちょっと右手でボディを叩くような感じがいいかもしれないですね。別に思い切り叩かなくていいんですよ。ちょっと軽く叩きつければ。はい、でこの時にですね、まあ16分の感じはもちろんやらなくていいです。倍のリズムでやってるんで、叩いて戻るわけじゃないですか。当たり前ですけど、この時にちゃんとアップピッキングを意識してください。ただですね、右手をこうやって叩くだけでは正直意味ないので、いわゆる裏のリズムに行くとか、まあ、そういう感じなんですけども、そういう言葉はあまり気にせずに大丈夫です。このただボディをこうやって叩くんじゃなくて、アップピッキングを意識しましょう。まあ、結果的に裏にはなってるんですけど、でこのまた感じで、まだゲームやってなくていいのでちょっと歌ってみましょうか。じゃーんじゃーじゃーじゃかじゃかだだかじゃかだんだだじゃかじゃかだだかじゃか、できましたでしょうか。そしたら今度はまだ左手はミュートのままで大丈夫です。実際に右手アタックしましょう。ただし歌のリズムと同じタイミングですね。いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃー、
ちゃんと空振りしてるの分かりました。特にあの、まあ、今回は倍の長さにしてるんで1拍目と2拍目になりますけども、できましたね。で、これができてから初めてコードを押さえます。コードもフォーム自体は全部同じで、ちょっとね弦が変わったりポジション移動するだけ、まあ1フレットか4フレットの中だけなので割とすぐ覚えられると思うんですけども、でさっきと同じようにまずはイメトレします。アップピッキング、イメージしましょう。もうすでにこのメトロノームに対して弾いてるようにイメージしますね、頭の中で。できましたらやってみましょう。ワン、アン、ツー、スリー、フォー。どうでしょうか。できましたでしょうか。で、ちょっと一瞬近づきますね。で、こちらですね、今メトロノームの電報、まあ適当にやったので88っていう数に中途半端になってるんですけど、できるようになったらどんどんテンポ上げていきます。さあ、確かに95にしましょうね。ちょっと今度は切りよくやっていきます。で、さっきと同じようにまずはイメージする。で、アップピッキングのイメージもしっかり、ただダウンで腕を振るだけではなく戻りも意識します。いきます。できましたでしょうか。まあ今ねちょっと動画なのでね、一回しだけで終えてますけども、全然皆さんも続けていただいて、でこれがまたできるようになりましたら、どん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 テンポ上げています。でちょっと短縮するために一気に上げちゃいますね。95だったんで120にします。いきます。はい、イメージします。アップのイメージしっかりしましょう。いきます。1、2、3、4。できましたね。先ほども言いましたけど、動画なのでちょっとテンポグーンって一気に上げましたけど、全然というか絶対少しずつやった方がいいです。はい、少しずつやったと仮定してあげちゃいます。180ですね。いきます。ではですね、こっからテンポまた変えます。テンポ180から90にします。一気に下げます。で、今度は倍の長さにして8分音符ではなく、元の長さ、まあ16系ですね。90で元の長さのリズム、16系でやります。なので、スピード感はさっきの180の8分音符と、全く一緒でございます。これはスピード感です。グルーヴは違います。スピード感は全く同じです。というか、あのさっきまで皆さんできてたはずです。なのでこれでやってみます。90で鳴らしてます。これでまた右手イメージしますね。同じです、この辺は。これで頭の中でイメージできたらやります。右手振っておいてください。いきなりはやりません。いきます。はい、こういう感じで、挑戦する前全くできませんでしたけど、皆さんあっという間にできました。素晴らしいことでございます。
で、ちょっと最後に一つだけアドバイスさせてください。で、元の16ボンブの長さで今90でありましたね。まあもちろんこれまでまたどんどん上げてもいいです。ちょっと原曲のテンポがどれくらいか忘れちゃいましたけども、別に上げなくてもいいと思います。で、最初の1拍目、その普天8部と16部がくっついてですね、この部分ですね。で、この曲に限らずダーダーっていうリズムが、他の曲でもいっぱいあると思うんですけども、この時に右手をね止めないようにしてほしいんですね。結構多いのがこれダメっす。で、さっきまでの空振りの練習した意味もあんまりないです。確かにダウンで最後の音なのでアップにはなってはいるんですけど、これ結構台無しです。必ず中2つ空振りして手を止めないで動かす。もうこの中で当てるか当てないかの話です。これでちょっとやってみてください。はい、お疲れ様でした。ちょっとね、細かくどうしても伝えたかったので長くなっちゃいましたけど、最後までありがとうございました。これからですね、たまたま今回ニール・バーナーのスミス・ラクティン・スピリットのリフがね16系で、すごい有名な曲だったんでちょうどいいかなと思って取り扱いましたけども、他の16系をコピーして、多分その慣れないうちはいきなり16系でできないと思うんですね。で、そういう時は今というか、今日やった方法で、で、私はそのようにやっておりました。そうするとすごい分かりやすいですし、あっという間にできます。では皆様、今日もありがとうございました。またすぐにですね、ギターレッスンの動画アップしてまいりますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、お知らせをオンにしていただけると大変幸いでございます。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。